N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきましょう。今回ご紹介するのはこちら、ソロちゃんと一緒に目指す SDGs マスターキャンペーンです。森永サステナブルサイトで公開しているキョロちゃんを集めよう SDGs クイズの最後に表示される結果画像のスクリーンショットやキャプチャーを撮影して、コメント欄に撮影した画像を投稿すると応募完了です。それではレッツさん解説お願いします。はい、目指す SDGs マスターキャンペーンということで、サステナブルにまつわるあれこれ楽しく学べる森永サステナブルっていうサイトにクイズコンテンツがあって、まあ、そこに流入させようっていうようなキャンペーンページで、キャンペーンの内容としてはクイズの結果画面をキャプチャーをこのページにコメントする、このページがコメントできるんですね。エンゼルプラスっていうサイトの、まあ、ブログみたいなもんになってるんでしょう。でここのコメントの部分に結果画像を投稿するという感じ、まあ、皆さん投稿しておりますね。そのコメントするにはこのエンゼルプラスにログインしなきゃいけないんで、エンゼルプラスに会員になる必要があると。こういうサステナブルな活動を、まあ、知ってもらう必要があって、たくさんの人に知ってもらいたいっていうキャンペーンだと思うんですけども、まあ、だったらもっとオープンにしてそのツイッターに投稿させるとか、まあ、皆さんが投稿できるような場所でやった方がいいと思うんですけども、もちろん会員獲得も大事なんでこういう形にしてるんだと思います。じゃあ森永サステナブルのページを見ていくと、まあ、キョロちゃんが楽しく分かりやすくサステナブルを教えてくれるみたいなサイトになっていて、プロジェクトアンバサダーにキョロちゃんがいると。で、まあ、内容的に森永製菓はサステナブルな社会の実現を目指して様々なプロジェクトに取り組んでいますと。まあ、ルビーが振ってあるんで、結構子供、小学生ぐらいを対象にサステナブルを考えて見ていこうみたいなものになっている。まあ、大人の子供もそうなんですけど、単純に言葉が並んでいるだけだと、まあ、難しいと感じてしまって読まない、理解できないっていうことが起きてしまうので、まあ、ゲームで学ばせるっていうのは非常にこの第一歩、まず知ってもらうこととしては有効ですよね。で、まあ、みんなのゴール下のアイコンをタッチしてみようみたいなのもあったりします、クイズ以外でね。ただこの、まあ、貧困をなくそうとか、こういう重要なとこ、一番のとこ以外は結構ルビーを振ってないので、まあ、ターゲットを、まあ、サイト内でちょっと分けてるのかなと。あ、ルビー振ってあるやつもありますね。難しいものと簡単なものみたいな感じで分けてるのかな。難しい漢字はルビーを振るみたいなのがあるんでしょうね。で、この遊んで学ぼう SDGs では海や島に隠れてる17のキョロちゃんを探し出してクイズに答えていくと。全17キョロちゃんで、大人ならちょっと考えれば分かる常識問題って感じ。じゃあスタートしていきましょう。キョロちゃんを集めよう、たくさん正解してトロフィーを獲得、目指すクエ。でも、まあ、こんな感じで横にスライドさせることによって島を見ることができると。この島のキョロちゃんをタップするとその中で問題が出てくる。次のうちどんな社会を目指すべきクエ、まあ、これは男女平等にしていくのが良いでしょうというような形でどんどん答えることができると。飲み終わった後のペットボトルはどうする、いいクエ、これはまあリサイクルに出しましょうみたいな感じで、まあ多少知識があれば答えられる常識問題になっていると。で、下にこうあと15とか、どんなキョロちゃんがまだ見つかってないみたいな形で、こう迷子にならないようにちゃんと17問答えさせるようになってますね。まあ、企業としてその SDGs サステナブルな活動っていうのはたくさんの人に知ってもらいたいんです。なので伝えていきたいんです。コンテンツを作るっていうのはすごく大事なことなんですけども、コンテンツを作っただけになってしまってるところが結構多くて、それだけではやっぱりファンぐらいしか流入しないので、できるだけ広く伝えるためにもそのコンテンツに対してデジタルプロモーションをかけていくっていうのが大事です。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。